オグロスナギツネは、ホニューコネコモクキツネ属に分類される、食肉類。エチオピア、エリトリア、カメルーン、ガンビア、スーダン、セネガル、チャド、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ベナン、マリ共和国、モーリタニア、リビア模式標本の産地は、コルドファン。体長40から47センチメートル。尾長が27から35センチメートル。 体高25センチメートル。体重1.5から3.6キログラム。全身は短い体毛で覆われる。背面の毛衣は単行褐色や泡大々褐色で黒い体毛が混じる個体もいる。大き部や先端の毛衣は黒い。次回内側の毛衣は白い。鼻面は短い。目の周囲に黒い反紋が入り、目の内側から後身にかけても黒い反紋が入る。 出産直後の幼獣は体重50から1 0 0ム。2005年現在は5亜種に分ける説もある。荒地やサバンナと森林の異光体などに生息する。夜行性。家族群を形成して生活すると考えられている。10から15メートルに達する巣穴を掘って生活し、巣穴の中には乾燥した植物などを敷く。植生は雑食で、小型哺乳類、鳥類やその卵。 爬虫類、昆虫、植物質などを食べる。繁殖形態は耐性。妊娠期間は51から53日。3から6頭の幼獣を産む。授乳期間は6から8週間。生後1年で生成熟すると考えられている。課金を食害することがある。スーダンでは肉がズダの薬になると信じられている。ドゴン族の神話では神の使者。 混沌の化身、砂漠のトリックスターの神とされる。石油や天然ガスの採掘、交通事故などが懸念されているが、確認されている限りでは、生息数が大きく変動するような影響はないと考えられている。ありがとうございます。